はい、レオンです。今回ね、メルカリで購入したマジックミラーパープルの開封&商品紹介やってみたいと思います。こちらですね。さっきシルバー紹介したんだけど、今回パープルですね。これ iPhone X と同じやつですね。ただ大きさがでかいだけで違いはね、 こちらですね。価格が1260円、これ1個500円でかける2で1000円なんだけど、であと400円のやつは iPhone 8のやつの買ったんで、背面カバーあれ400円、1割引きで買えるんで、セットで買うと、まとめて買うと1割引きしてくれるんでね、この出品者さんが。本当あったら1400円なんだけど、1400円のところ140円割引で、これ500円だから1割50円でしょ、かける2で100円で、400円の1割引きで40円、140円値割引きで割引で1400円から140円引いて1260円で買ったんで、早速ちょっとこれいつものね、まあ言うとピョーコですけど、早速ちょっと開封やっていくんで、さっきと同じやつですね。ケース、箱が3つ送られてきてるんで、同じ出品者から買ったんで、こちらですね。こうやってこれは後で紹介するから、これ iPhone 8用なんで、これ取るのが多いからちょっとサクサク今取ってるんですけど、これ一緒ですね。さっきシルバーのやつでちょっと背面がちょっと傷がちょっとあったな。まあいいけど、ああいうのは安いからね、あまり文句言えないんですよ。やっぱりこれですけどね、 IPMAX って書いてるけどね、これですね。あ、これなんだこれ。あ、これは違うか。これシール剥がすんで、あとこれシール剥がしてからがいいな。これですね。今回は取れるようになったんで、こうやってこれちょっと貼ってくんで、こうやって貼って。中にスポンジが入ってるから、こうやってこれはちゃんとこうやって収めるんで、ちゃんとビニール入れとこうか。待ってね、これかビニール入れなくて。これですね、これシルバーなのパープル、あ、これは綺麗だな。パープルはiPhone X でも買ったやつです。同じやつですね。これ早速入れるんで、いいっすね。やっぱパープルが一番いいっすね。前に買ったこのシルバーで、さっき紹介したこれと一緒に買ったやつ、シルバー、どっちもいいんだけど、こういう感じで、もう結構持ってるからね、もう6つ持ってるんで、最初にこれ買った時に、本体買った時についてたの、あとで全部見せるんだけど、全部合わせて6つあるからね。今これっすね、こういう感じで、いいでしょこれ。これでね、ここは何も見えないってことで、こういう感じで非常ってことで、はい。今回ね、メルカリの方で購入したマジックミラーパープル iPhone X Max 用の開封&商品紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次 iPhone 8の用の背面、ハート型の
背面ケース、背面カバーの商品紹介やるんでね、開封&商品紹介。これ消えるのかな、ちょっと。はい、失礼します。